カール7世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝。ビッテルスバッフハ家出身。バイエルン選帝皇でもあり、後に、ベーメン王も兼ねた。バイエルン選帝皇としては、カール・アルブレフト、ベーメン王としては、カレル3世、アルブレフト。ルートビヒ4世、イラン4世紀ぶりの即位となった、ビッテルスバッフハ家の皇帝であり、1437年以降、 唯一の非ハプスブルク系の皇帝である。バイエルン先帝公マクシミリアン2世エマヌエルとその5歳である、ポーランド王ヤン3世ソビエスキの王女テレーゼ、国軍での息子として、1697年8月6日にブリュッセルで生まれた。当時、父マクシミリアン2世エマヌエルは、スペイン領ネーデルラント総督であった。イボアニのヨーゼフ・フェルディナントは、 このなかったスペインをカルロス2世の王位継承者に指名されていたが要請した。1701年、新たな王位継承者の座をめぐって、スペイン継承戦争が勃発すると、マクシミリアン2世エマヌエルは、フランス王類14世の孫で、自身の王いである、アンジューコーフィリップを支持して、フランス法についた。しかし、1704年8月のブレンハイムの戦いで、敗れた後、 バイエルンは、イギリスとオーストリアに占領され、マクシミリアン2世はネーデルラントへ逃亡、カール・アルブレヒトはオーストリアで長期管理宗となった。なお、ウィーン滞在中に、皇帝ヨーゼフ1世の次女、マリア・アマーリエと婚約している。戦争後、1715年4月に、マクシミリアン2世、エマヌエル一家は、バイエルンに戻った。1726年、 父の死去によりバイエルン選定校となる。ニンフェンブルク宮殿にあるロココ様式のリキュアマリエンブルクは彼が皇妃のために建てさせたものである。ローマ皇帝カール六世は1713年に定めた国事証書に基づいて王女マリア・テレジアへのオーストリアをはじめとするハプスブルク家世襲領の継承とそのオットロレーヌ公、フランツ・ステファンの行位継承を諸行に認めさせた。 しかし、1740年に、カール六世が死去すると、王女、マリア・アマーリエが非であることを理由に、カール・アルブレヒトは、国事証書に反して、米面王位などを要求した。そして1741年、義兄であるザクセン先帝公、フリードリヒ・アウグスト二世の米面侵攻に合わせて、秘密同盟を結んだフランスと共に上え、オーストリアと米面へ侵攻した。 1741年の12月には、プラハにおいて、米面王として、大冠式を挙げた。翌1742年には、ローマ王に、全会一致で選出され、弟で、ケルン大司教であったクレメンス・アウグストによって、フランクフルトで、ローマ皇帝として大冠された。また同年に、フランスの貴族となっていた、イ・フクテエマニュエル・フランソワ・ジョゼフを、 プラハ総督に任じている。しかし、ハンガリー貴族の支援を得たマリア・テレジアの反撃を直ちに受け、敗れたカール7世はそれまでの占領地を奪還されただけで、なくバイエルンも占領された。そのため、カール7世はフランクフルトを拠点とせざるを得なくなった。1744年には第2次シュレージエン戦争の開始に乗じてミュンヘンを奪還するが、 その3ヶ月後に、失意のうちに死去した。カール7世の死後、クレメンス・アウグストとバイエルン先帝公くらいを継いだ、マクシミリアン3世ヨーゼフは、フランツ・シュテファンに票を投じた。1722年に、皇帝ヨーゼフ1世の維持の一人であったマリア、アマーリエと結婚した。二人は七人の子を設けた。また、諸子に、フランツ・ルート・ビヒホン・ホルンシュタインがいる。 ありがとうございます。